すごく綺麗でピカピカになったね。わかりました。僕が祖道島の名所を全部案内します。僕もきっと撮ってもらえるよ。だって僕は一番のタンク機関車だからね。ゴードンの方がたくさん撮ってもらえるだって。そんなの絶対おかしいよ。でも今はトロッターさんの農場へ急ごう。仕事をしないとね。パシ、君は隠れていいよ。君を見つけたら僕は思いっきり汽笛を鳴らすからね。僕だって見つけるのが得意だよ。でも君は隠れるには背が高すぎるよ。トップハムハット教ごめんなさい。写真に入りたくて急いで走ってしまったんです。でもそのせいで撮った写真がダメになったんですね。僕が全部悪かったんです。僕に任せてください。風のように走ります。あっという間にカメラを撮ってきますから。僕たちが乗ってるよ。今までのどんな写真よりも素敵だよね。